皆さん、こんばんは。こんにちは。おはようございます。まこちゃんです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？今日から始まりました。アフロまこちゃんの手遊びアレンジフェスバー。さあ、皆さん、いろんな手遊びご紹介していきますよ。一緒に今日から遊んでいこう。さあ、本日ご紹介する手遊びはこちらです。コロコロ卵はお利口さん、コロコロしてたらひよこになっちゃった、ピヨピヨひよこはお利口さん、ピヨピヨしてたらコケコになっちゃった、コケコケコケコッコピーヨピーヨ、コケコが泣いたら夜が明けた。皆さんご存知の方もたくさんいらっしゃったかもしれません。コロコロ卵の手遊びです。乳児のお子さんたちもとっても喜ぶ可愛らしい手遊びですよね。さあ、この手遊びをアフロまこちゃんがアレンジしたらこうなりました。アレンジフェスバー。コロコロ卵はお利口さん。お利口さんだね、賢いね。どうしたの？あら、そうなの、賢いね。コロコロしてたら何かが生まれたよ、何かが生まれたよ。卵の中から生まれたものなんだ？それはね、雨がザーザー降る日が大好きなんだって。それはね、ピヨンピヨンって飛ぶのが得意なんだ。それはね、ゲコ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 って泣くのが好きなんだって。もうこの辺で勘が鋭いお子さんでしたらすぐに、あ、してる、それカエル、そう教えてくれるかもしれません。大事なポイントは一つ、保育者から子供たちに様々なヒントを出しながら卵から生まれたものが何なのかを導いていく、そういう風にアレンジを加えても面白いでしょう。もう一つは、子供たちと保育者で卵から生まれたものが何なのかを想像して考えながら表現していく、そんなアレンジがあっても面白いと思います。何かが生まれたよ、ピキ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 、なんだなんだなんだ、ピヨンゲコゲコ、ピヨンゲコゲコ。こんな風に遊んでみても楽しいでしょう。大事なことは、子供たちと一緒に共通のイメージや共通の想像力を働かせながら何が生まれたかを一緒に考え遊ぶ、ここがアレンジのポイントなんですね。ぜひ皆さん、様々なアレンジのエッセンスの一つに加えながら遊んでみてください。それではまた明日、アフロまこちゃんの手遊びアレンジフェスティバルでお会いしましょう。明日もまた遊んでいこう。